はい、どうも、皆さん、こんにちは、リュウパラです。第6章が開放されまして、ブレイブフェスっていうのがね、始まっております。一番最初の主人公が、なんか解放したじゃないですか、力を解放して、トロメアと、誰だっけ？トロメアは知ってるけど、そう、ヘリオスだ。トロメアとヘリオスも、力解放するんだって思って、まあ、ちょっとね、チェンクロにログインした瞬間に、伝代記のクロニクルの力を解放したトロミアって出てきて、やっぱそういうこと？って思ってね。まあ、フィーダの時もそうだったじゃないですか。だからまあ、内容が、まあそうだよねって感じの話になってて、まあ、あと、シャロンがね、いるんで、シャロンがこう、どういう風になるのか、ちょっと気になりますね。まあ、あまりペチャペチャ喋りすぎるとネタバレになるんで、まあ僕もあんまり読めてないんですよ。だから、まあ、そういうことなんだなっていうことぐらいで止めておきたいなと。で、まあ、今回の目玉は、この年代記の継承者トロメアっていう方なんですけど、まあ能力見るとね、まあ強いですよ、これ。ヒールエクステンション。上限を超えて召回復する。この上限を超えて召回復するっていうところからの限界っていうのがないみたいなんで、まあおそらくね、マリナとかが超必殺技で、ちょっと上限を超えて回復するっていう理由になったじゃないですか。それの黄色ゲージだったと思うんですけど、黄色ゲージをさらにマックスに行くまで回復できるのかなってちょっと思いました。まあ、この後ガチャするんですけど、多分出ないと思うんで、ちょっとお試しクエストでやっていきたいなと思います。ダメージを受けるたびに召回復するやつ。これが6回受けますと。だから、連撃としてはかなり強いかなと思います。で、アビリティに関してもですね。まあ、そこまで悪いことはっていうか、これいらんやろっていうのは特にないので、まあ、戦士のパーティーで組むのが一番いいのかなと。で、一応それ以外のキャラクターも出るそうで、エメラリン&フラット・セシル、ウガガラのプアト・フロリアです。で、これ見てもらったらわかるんですけど、一番メインのトロメアの確率が1.5%、ヘリオスが2%という、なんだこれって思っちゃうような確率なんですけど、まあそこは文句は言いません。で、ガチャの回数も、なんかね、本当レジェンドガチャを匂わせるような雰囲気のね、ガチャです。まあそれだけトロメアが強いっていうことを言いたいんでしょう。多分。というわけなんで、引いていきましょうか。今回はね、ガチャコインが、なんかたくさんゲットできてたじゃないですか。だからそれを、使いましょう。まあ、5回しか回せないですけど、5回だけ。来ない。この処理落ちの画面が出た時に、出るかもって思っちゃうけど、出ねえな。なんかこれだまし技だな、これ。いやー、あと1回出てほしい。せめてダブルエスリアが出てほしい。別にそんなね、トロミアなんて望んでないからさ。かぶってでもいいから、ちょっと調子づけたいわけですよ。エスリア、来なかったか。まあ、今回に関しては、多分ね、その、かぶるキャラクターも多いんですよ。トロメアじゃなくて、ヘリオスも4突してますし、エベラインフラットも突ってますし、まあ、フローリア欲しいですけど、まあ、この辺が確率バラバラなんで、正直何が当たっても、微妙ってとこなんですよね。トロメアだけが欲しい。ですよね。ただそれが1.5%ってなると、いやー、ちょっとこれ厳しいわってなりますよね。まあ、なんだかんだね、こういった方々は、また後々になって出てくる可能性もあるんで、そこにやっていきましょうか。はい、というわけでね、トロミはどんな感じなのか、ちょっと使っていきましょう。はい、今回はね、お試しパーティーというやつでやっていきましょう。まあ、ひとまずはね、あれですね。限界を超えて回復がどこまでのレベルまでいけるのか、ここが気になりますよね。死なないで。
しても。おお。おおお。これ回復するんじゃない？回復するんじゃない？これ。死なないで。どうしても。あ、回復しない。ここが限界か。限界を超えていくのはそれのことだったのか。死なないで。どうしても。そうか。そういうことだったか。まあいいでしょう。まあ、検証終わりです。この重さが経験ってやつだ。この自社もね、いずれは完成させたいんだけど、まあなんせそこまでのね、リング持ってないですし、やっぱプレミアムチケットを交換したいですからね。そう、お金も欲しいですからね。チャリンチャリン言ってる場合じゃないですよ。いやでもこれだけ見るとやっぱトロンビア強いな。え、だって回復もした上で、しかも限界まで回復した上で、あのダメージ受けるたびに回復するっていうのがつくわけですから、一回ポーンって打てばある程度何でしょうね、ダメージ受けても大丈夫な状態になるわけですから、やっぱ強いわ。はい、もうちょっとまあレベル30なんでね敵レベルが30だと正直強さはあんまり分かりにくいですけど、まあそんな感じですね。はい、というわけでいかがだったでしょうか。まあ今回のフェスに関しては、まあ結構まあその新世代っていうのもありますからね、その他にもそのスキルを打つことができるっていうのもすごい強いなと思いますし、その分あの出てくる確率っていうのはかなり低く設定されてるんだなっていうのを感じました。なので、あまり石を持っていない方、チケットを持っていない方っていうのは、また後々ね、多分こういうフェスってどうせまだ来ると思うんで、そこにこうね、ちょいちょいかけて当てていくっていうのが一番いいやり方なのかなと思いました。というわけで今日の動画はこれで終わりたいと思います。この動画を見て面白いと思った方はぜひチャンネル登録などよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。